グレーベンシュタインは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州北部のカッセル郡に、属する小都市である。マテウス・メイリアンの同伴画に描かれた1655年頃の、グレーベンシュタイン・グレーベンシュタインは、ラインハルトの森の西、カッセルと、ホーフガイスマートの間のエッセ川沿いに位置する。また鉄道では、カッセルとバールブルクとの間にあたる。市の高台に、グレーベンシュタイン上司がある。 グレーベンシュタインは、北は、ホーフガイスマーシ、北東は、自治体に属さないグーツベツルクラインハルツバルト、東は、インベンハウゼン市、南東は、エスペナウ、南と、西は、カルデン、北西は、リーベナウと境を接する。グレーベンシュタインの市議会は31議席からなる。と、リング姉妹都市協定を結んでいる。グレーベンシュタイン旧市街グレーベンシュタインは、 連邦道 B83 号線沿いに位置する。この町は、鉄道バールブルクカッセル線沿いにあり、レギオトラムとレギオナルエクスプレスの列車が、運行している。北ヘッセン交通連盟に加盟している。1848年に開通したグレーベンシュタイン、カラヒュンメを経由して、バートカールスハーフェンに至る、全長27.92キロメートルの支線。 フリードリ・ヒビロ・ヘルムス北線はヘッセン先帝高梁で最初の鉄道であった。この鉄道は1872年の甚大な鉄道事故の後新たにこの町の周りを迂回する路線を設けた。ありがとうございます。